あ、そう、今日ね、僕、ちょっと遅れてきたじゃないですか。何がかかってんの、経費。キャンプ場代と食費と、レンタカー代。これどうします、経費。これは、まあ、先輩のジョンさんが払うと思うんですけど、大丈夫ですか。それ嫌です。おかしいな、居酒屋やったらいつもおごってくれんねんけど、うん、居酒屋おごるけど、まあ、コラボのチャンネルとしては、はい、一回その3つをドンとして割るか、その人がもうそのまま持つか、どっちか。その人がそのまま、それはあのジュンさんがそのまま持ってくれる。ちょっと分かんなくなってきた。僕もね、ちょっと分かんないです。これ、このまま行くと、このまま払わんでよくなる可能性ある。一回じゃんけん、じゃんけんがなんか勝負しようか。そうっすね。何が、まあ、じゃんけんすかね。僕はじゃんけんですか。そう。じゃんけん以外の勝負、何でしょう。キャンプ代とこの使用料とレンタル車代と食事代、はい、で、まるまるいくらか一回出して、1万ちょい、ね、1万キャンプ場で、食材が22,000円ですね。22,000円、まあこれで33,000円として、レンタカーと高速で、レンタカーと高速とガソリンで、はい、25ぐらいですということは6万8,000円ぐらい、6万ぐらいですね。6万じゃんけんか、すごいな。一発勝負なのか、どっちがいいですか。ゲストなんですよ。一発か3回勝負。3回、3回選手ですか、うん、だから3回の、ね、選手。あー、なるほど。やりましょうか。いいよ。一回一口飲んでからしましょう。6万じゃんけんだよ。勝っても負けても。そうね。絶対勝ちたい。ありがとうございます。よし。6万じゃんけんか、すごいな。もういや、その6万じゃんけんっていう言い方するとギャンブルみたいになるからだけど、そうだね、単純に、うん、いや経費をどっちのチャンネルが出すかなんで。これは今回ジュンさんが出してくれると思ってたけどね。いや、全然そんなのない。まっすぐな目で見てるな。直視してますよ。めっちゃ見てまっすぐ。何にもない。6万円買ったら1ガーレフ買いましょう。あ、そうだね。買われへんよ、1ガーレフ。いや、ちょっと足して。あ、僕はすでに持ってますか。うん、1ガーレフ。OK。それはもうこっちの話だ。なんか、まっすぐ見てるな。まっすぐ見てる。よし。やりますか。いいよ。6万な。じゃまず行こうか。それは最初はどれですよね。いいよ。うわ、ちょっと待って、超怖い。超怖い。いや、ちょっと寄ってるから、僕は怖くないっすね。うわ、2選手ね。はい。ただ1個言っていい。全く負ける気がしない。おっと、強気。かっこいい。かっこいい。本当に。目がもうまっすぐだからね。でも知らんと思いますけど。じゃんけん非常に強いです。負けてない。めっちゃ引っ張るやん。負けてない。システムとかはないけど、精神論があるんで。ああ、なるほど。急にホンダっぽいこと言い出したよ。ちょっと精神論一回もらっていい？一回では分からないですけど、何回か、例えば初対面の人でも何回かやってたら、うん、その傾向っていうのが読めてくるんで、だから戦術みたいなのは多少組めるんですよ。うん、で、ジュンさんはじゃんけんしたことないですけど、まあ毎回知ってるんで。何回か会ってし、飲んでるしな、はい。飲んでるし、なんとなく傾向があって、そうかなとか思うところはありますよ。じゃあ俺は何出すと思ってるの？その探りを入れてくるってことは、うん、チョキかな。
分かった。俺チョキ出すわ。揺さぶるね。運の勝負じゃなくなった。心理戦になってます。俺もチョキ出す。分かった。じゃあ愛子だな。最初愛子っす。チョキ同士だから愛子だな。はい、いきますよ。うん、最初グッジャンケン。おい、マジで。素直な二人やな。これ勝てる気がしないな。なんだろう。急に変わりました。いや、俺今絶対チョキで勝てると思ってたから。僕も思ってました。中身一緒なんじゃないですか。ほんなら一回、はい、一回戦はなしでやろうか。練習ってことですか。違う。二選手じゃん。はい。で、どうやってお互いがもうちゃんとやって、はい、ちょ一回やるじゃんけよ。どういうこと、どういうこと、これ一回に含まれてる。これ含まれてる。あ、だからその探り合いなしで普通、そう、あ、要は普通に。いや、探り合おうか。ちょっと分かんなくなってきちゃった。どうしよう。いや、酔っ払いのじゃん。いや、いいと思いますよ。楽しい。傾向としては、チョキ出す人って、もう一回チョキ出すんですよ。ああ、そうなんだ。はい、なるほど。ってことは、順々チョキ出すんだな。傾向はね。だから俺グー出す。じゃあ俺グー出すわ。いや、それ出したら俺パー出しますよ。なるほど。じゃあ俺チョキ出すわ。これほんまにわからんくなってきたな。はよやめや。じゃあちょっと待って、6万だよ、だって。6万じゃんけんですか、ね、6万じゃんけんだよ、これ。今、うん、安易に最初はグーってやりたくないんすよ。6万やから。そうだね。ここで6万円負けて帰ったら怒られるんですか、嫁どうする。今日は怒らないんですけど、この動画が上がった時に、って言われます。そんな怒りはしないですよ、うちの嫁。割と理解あるから。え、足立嫁は怒らないですか。もう13年前に終わった。すいません。もう13年前だから。俺はもうどっちでも大丈夫。どっちでもっていうのは。勝っても負けても大丈夫。おっと。うわ、そのメンタルになると強いな。うん、俺は、負けたくないです。一回、そうね、一回フルスイングで。わかったわかった。いいよ。探り合いなしでこれ一回やってみよう。はい、最初はグッ、じゃんけん、はい、よっしゃー、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ギリギリまで俺グー出そうと思った、マジで。僕は最初はグーぐらいの時にも決めてましたね、チョキ出す、チョキ出して、はい、俺とグー出そうと思ったんだけど、自分を裏切ったの今。あ、だからその迷いが負けにつながったんです。そうだ、いやー、次勝ったら勝ちなんか。そうだよ。一回練習する？一回練習じゃんけんしようか。練習で、なんつった、出し方が分からないですか。関係ない関係ない。これはただの、もうレクリエーションじゃんけん。うわ、これずるいな。これで探るんでしょ。レクリエーションじゃんけんしよう。一回、こう関係ないですね。関係ないです。はい。最初はグーで。最初はグー。じゃんけん、ほい。危ない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 。これレクリエーションじゃんけん。これレクリエーションじゃんけんだから。危ない。あ、なるほど。グーね。レクリエーションとはいえ、多分いろいろ考えてると思うんですよね、ジュンさんは。相手、小沢さんやったら速攻負けてるんだろうな。小沢さんだったらもうちょっといろいろ考えてる。俺ちょっとお酒でちょっとバカになっちゃってるから。次順位が勝ったら勝ちだ。はい。でもこれはもうそのまあ言うても YouTube なんでゲーム性とか関係なく俺シンプルに勝ちたい。いや俺も勝ちたい。だから次で決める気持ちでいきますよ。分かった。だからジュンさんが負けたから一個だけ、うん、あの次はジュンさんの号令でやっていいです。最初はグーじゃんけん。ああ、はい、分かった。いいよ。何出すとかも言わないから。
はい、いける次で6万円払うからね、可能性としては。ちょっと待って、すごい怖い行くよ、じゃあ行こうか、行くよ、はい、行くよ、行くよ、もう行くよ、行くよ、最初はグッジャンケン、ほいブッシュいやもう本当に超迷った今。僕はちょっと心理を教えてほしいわ今。僕はジュンさんと僕が最初のチョキの話ですごく似てると思ったんですよ、うん、パー出すの怖くないですか。怖い、僕もなんですよ。だから俺パーだけは出せないなと思って俺今チョキ出してね、はい、で僕も選択肢はチョキやったんですけど、ジュンさんはグーかチョキしか出してこないから、きっとグー出しとけば負けることはないなと思ってグー出したんですよ。結構頭良くない？意外とちょっと待って、本当にショックなんだけどじゃなんかそう、同じでパーは俺もヨーダさんのっすよ、じゃんけんで。なんで負けたか明日までに考えておいてください。ちょ、うるさいな。そしたら何かが見えてくる。ほな、いただきます。ああ、6万か。また赤字だな。でも勉強になってありがとう。Ha ha 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 ha!